皆さんこんにちは。お部屋探しのハートサポートの岩木です。今回ご紹介するのはアルファミノワ。初期費用は10,000円、荒川区の賃料60,000円台で借りられる初期費用抑えめ物件を発見いたしました。はい、このようにですね、お部屋探しのハートサポートは初期費用がとてもお得なおすすめ物件を YouTube 上で最速でご紹介したいということで、多少雑な編集になってしまっている点ありますが、そこはご愛嬌で皆様お楽しみいただければと思います。はい、今回はですね、まず301号室のタイプをご覧いただいています。後半は303号室、そして402号室の順でお流しいたします。はい、すべて間取りが違うのでですね、ぜひ参考にしていただければと思います。12月7日現時点でですね、5部屋の募集がございます。6万円から6万4000円までのお部屋で、それぞれ平米数が 14.51 平米から 17.68 平米までのお部屋です。はい、収納を見ていただいています。はい、それでは動画後半に続きます。皆さんこんにちは、岩木です。ご覧いただいているルームツアーのお部屋いかがでしょうか。詳細は概要欄に記載しておりますので、皆さんご覧くださいませ。それでは引き続き動画ご覧いただきましょう。はい、常磐線の電車が見えますね。はい、続いては303号室タイプのお部屋を見ていきましょう。バルコニーからバルコニー移動してのルームツアーです。はい、洋室約 5.3 畳となっていますね。三ノ輪駅まで徒歩5分。周辺環境はオリンピック三ノ輪店がありました。朝のですね、これが9時半から夜の10時まで営業中。またセブンイレブン荒川東日暮里1丁目店も近くにあり、買い忘れにはこちらが便利かと思います。はい、資料請求等は当社お部屋探しのハートサポートの LINE 公式アカウントからお気軽にお問い合わせくださいませ。はい、収納部分を見ていただいています。はい、郵便局までは約 560m、 図面に記載されていました。ドラッグストアですかね、までは約 229m ということです。はい、それでは最後のお部屋をですね、ルームツアーで見ていきましょう。続いてはこちら402号室です。はい、ロフトがついているタイプとなっています。はい、設備ご紹介いたします。都市ガス、オートロック、一口ガスコンロ付きのシステムキッチン、浴室乾燥機、バストイレ別、エアコン、洗面台、室内洗濯機置き場、収納スペース、室内物干し、そして402号室のみロフトがついているということですね。はい、また小型犬か猫1匹まで敷金2ヶ月で飼育可能と。無料インターネット付きで最大 1GBps のベストエフォート方式利用可能ということですね。はい、選べる間取り、そして賃料6万円台ということで、賃料を抑えて、借りたいという方におすすめの物件でございます。はい、ということで今回のルームツアーは以上となります。次回のルームツアー動画も皆様お楽しみにお待ちくださいませ。